私の剣に迷いはない。見ろ、カンバルクの城だ。ミラ、ミラ、会いたかったよ。ツード、みんな無事でよかった。ミラも、私も心配していたぞ、ジュード。ミラ？ん？誰だ？初めて見るものだが。え？私はあなたの姉です。姉？私に姉などいないぞ。どういうこと？ミュゼ、私も話をするのは初めてですけれど、私たちは同時にこの世に生を受けた精霊であることは事実。確かに精霊であることは間違いない。そんなに警戒しないで。姉と偽ってあなたを騙す意味など精霊にはないでしょ。だってあなたはマクスウェルなのだから。確かに何の得にもならないもんね。ではなぜジュードの前に現れた？あなたの彼を思う強い感情が私を彼のもとに召喚させたのよ。そんなことあるのでしょうか？どうだろうか。確かに私も夢で声を聞いたりはするが。ウィンガルさん、話は後にしてもらおう。情報通りか。私はジランド。まずは君たちの町に強引に進駐した非礼を詫びよう。だが我々の目的は支配などではない。これは大国間による最終戦争を回避するための非常処置だ。諸君の生活と安全はアルクノアが責任を持って保証しよう。我々と諸君の願いは一つのはずだ。イーゼマクシアにとある平和を。ふざけた男だ、ジランド。陣などを使って人や精霊に害をなしながら。もうあの者たちを撃つしか道はないのではないかしら。でもどうするんですか？あいつらめっちゃ強かったでしょ。アルビ、もう知ってることを全部話してよ。アルビ、ガイアスは奴らに抗うのだろう。
誘っていますね。わざと私たちの前に現れるとは。僕たちを試してる。罠とか。行こうぜ。蹴りつけるんだろ。何かあったの？もう裏切らない。約束する。信じろというのか？ジランドは許せねえ。頼む、俺にジランドをやらせてくれ。次にもし裏切ったら、迷わずお前の剣を俺に突き立ててくれてもいい。だから俺も一緒に行かせてくれ。ダメだと言ったら？俺だけでも奴をやる。いいだろう。悪い。サンキューだ。ガイアスたちの思惑も確認せねばな。うん。ミュゼ、ジュードが助けられたようだな。いいえ、私こそジュードにはお世話になりました。私を直接刺激し、失ったマナを補充していただいたんですから。ジュード、ミュゼを直接刺激したのか？うん、ミュゼがそうしてくれって言うから行けなかった？いけないというか、精霊が人間に直接刺激されるということはだな。ずっと一緒でたっぷりマナを与えてくれたんですよ。知らなかったよ、君がそんな男だったとは。待ってよミラー。ミュゼ、ミラーはなんで怒ったの？まあ、そんなことを私に説明させるなんて、見かけによらずマニアックなんですね。誰か精霊の感覚を説明して。来たか。結局その男を信じるというのか。意外と甘いな、マクスウェル。私たちをここへ導いた狙いは何だ？我らは奴らと私有を決すべく立つ。お前たちが勝手に奴らに挑むというのなら、それはそれでいい。だがその前に、お前には話してもらうぞ。お前がひた隠しにしてきたシェルのことをな。シェル？今から2000年前、このリーゼ・マクシアは私の施した精霊術シェルによって閉ざされた世界として生まれた。この世界がミラに作られた世界？びっくり、神様みたい。全ては精霊と人間を守るためだった。閉ざされたと言ったな。それではシェルの外にはまだ世界が広がっているというのか？うん、その世界をエレンピオスという。だがクルスニクの槍について
私は大きな思い違いをしてしまった。やつらはナハティガルに兵器と伝え、たばかりシェルを打ち消す装置を作っていたのだ。打ち消すだと？それに何の意味がある？わからない。シェルを打ち消し、エレンピオスにマナを還元する算段でもしていたか。違う。歩くのはただ帰りたかっただけだ。生まれ故郷のエレンピオスにな。この世界に閉じ込められた20年余り、そのためだけに動いてきた。シェルをぶち破る方法を見つけるか、シェルを消すか。シェルを消すためには生み出したものを排除しなければならない。アルクノアがミラの命を狙ったのはそのためだったんだね。下船な、ジランド。何を企んでいる？どういうことですか？アルクノアの目的とジランドの行動はそぐわないものです。エレンピオスから軍を呼び寄せる必要なんかない。リーゼマクシア統一？俺たちはそんなことを望んじゃいない。ジランドはシェルがある今の世界のあり方を何かに利用しようとしているのかもしれないな。そうか、異回路計画だ。え？ああ？なんだそれ。通称精霊燃料計画。燃料？まだ俺が向こうにいたガキの頃、いとこが話していたのを覚えてる。神の燃料である精霊を捕まえるって話があるってな。つまりジランドの狙いは精霊の囲い込みってわけ？だけどそれおかしいよ。精霊だけならあんな嘘つく必要ない。ジランドはゲートを持つ僕たちも一緒にリーゼマクシアに閉じ込めるつもりだよ。リーゼマクシアの民を資源とするつもりか、馬鹿げたこと。多分ジランドは会場にあるアルクノアの本拠地に戻ってる。エレンピオス軍も来てるんだ。船で近づくにも厳しいぜ。ではカンバルクに停泊している連中の空かける船を奪うのはどうかと。あの人さらっとすごいこと言ってない？ですがそれしか手はないでしょうね。よし、明日決行する。待って、ガイアス、一緒に戦ってくれるんでしょ？僕たちの目的は同じでしょ？だから冗談ではない。勘違いしてんじゃねえよ。マクスウェルが勝手にシェルを作り出し我らをこの世界に閉じ込めている事実、これも知った以上は捨ておけん。お前たちとはまた争うことになるかもしれぬ。そんな人たちとは必要以上に慣れ合えないわ。お前たちは勝手にやるがいい。が、我らの邪魔はするな。もう、何あれ。奴らも手が足りないのだろう。情報を共有させたのが何よりの証拠だ。ああ言いつつも、今は私たちを当てにしているのでしょうね。今はな。この機会にウィンガルさんと話したいことがあるのですが。ねえ、アルヴィン君の様子なんかおかしくない？アルヴィンが変なのは
いつものことですよ。何か用？ジャオさんは死んだわよ。あの状況から生還できると思う？聞いたぜ、ぬいぐるみのガキをかばって死んだんだってな。間抜けな親父に似合いの死に様だ。そんな大きいおじさんの悪口言うな。ああ、間抜けを間抜けと言って何が悪い。口が過ぎるわよ、アグリア。過ぎてねえよ。私らフォーブの命は陛下のものだろ。なのにあの親父、ガキなんかをかばって死にやがって。そうね、でもジャオは陛下が脱出する機会も作ったわ。チッ、最後まで気に食わない親父だ。私を子供扱いして、会うたびにお菓子の差し入れなんかしやがって。死ねっての。もう死んだわよ。ジャオが抜けた分の戦力低下が痛いわね。私がいれば問題ねえよ。安心しな、ババア。てめえが死んでも同じだ。そう、期待してるわ。陛下は私一人でも守り抜く。頭が痛いわ。聞き上手の飲み友がいなくなって、ストレス発散の場がなくなっちゃったし。ジャオさんにはもう会えないんだね。首が痛いの治らないな。寝違えたの？ううん、ファイザーバード商屋から流されて以来ずっとなんだけど。湿布使いますか？腰痛用ですが。ジュード、顔にうっすら足跡ついてる。そういえばアグリアに何度も顔を踏まれた夢を見たような。足跡のサイズと形状からすると事実のようですね。意味わかんない、なんでこんなことするの？足跡だけに。即席チームで一緒に戦おうってメッセージかも。ジュードさん、親父ギャグです。一瞬私も踏みたくなっちゃった。ごめんね、ミゼ、戦いに巻き込んじゃって。いいえ、むしろ望むところです。精霊としてジンを使う者たちを許すわけにはいきません。今戦力が増えるのはありがたい。礼を言うぞ、ミゼ。お礼なんて、姉として無謀な妹を放っておけませんしね。うん、ずいぶん上から目線だな。いいじゃない、家族ってそんなもんだよ。そういうものか。ええ、多分ね。ウィンガルさん、あなたに伺いたいことがあったのです。ファイザーバード商屋でアジュール軍の指揮を取ったのはあなたですね。ブースターを使って商屋を進軍するとは見事な奇策でした。皮肉か、ジランドごときに利用された策だ。あやつの真意を見抜けなかったのは私も同じです。ふん、第一線から逃亡したあなたが恥じることはあるまい。今さら前線に戻って何かをなせると思っているのか。ひどいです、なめんな。キジイだけどすごいんだぞ。かつての実力は認めよう。だがその力がどれほど残っているか。イルベルト元参謀総長、私とゲームをしないか。ゲームですと？選挙クズを使った模擬戦だ。時の残酷さを知りたくないというなら無理強いはしないが。ロウエン、お受けしましょう。この選挙図で過去の選挙データを操作し勝敗を競う。選挙データはいつのものを？時は20年前、場所はファイザーバード荒野。ファイザーバード海戦、先代アジュール王とラシガル軍がぶつかった対戦。そう、途中戦場全域が大津波に襲われ両軍に多大な被害が出た悲劇の戦だ。
コンダクター・イルベルト、唯一の引き分けでもある。あの戦いを再現しようと。再現ではない。私が指揮していればアジュールの勝利で終わっていた。それを証明するのだ。陣形、長井の魚鱗、全軍突撃。ラシガル軍中央が押される。左右の陣を核翼に展開。敵先方を包囲します。ダメだ、敵の先方が止まらない。この力は当時初陣だったガイアス部隊だ。その程度の包囲など食い破るぞ。両翼前進、敵の側面を通って背後へ。背後に回っての反転攻撃か。予想通りの退屈な演奏だ。反転の隙にカウンターを合わせる。津波が襲う前に完全決着だ。敵の反転の方が早い。漏洩がやられちゃう。全軍そのまま前進。目標はアジュール軍後方の高台。何？ラシガル軍が高台の上に集合して止まった。終わりです。高台で守りに入った軍を短時間で破るのは不可能。そして平地は間もなく津波に飲み込まれる。あなたは撤退するしかない。これが勝利と言えるのか。負けなければ十分です。なるほど。コンダクターの調べ楽しませてもらった。決着は別の形でつけるとしよう。見事な指揮だったな。過去に過ちを犯したからこそです。当時この策を取れていれば。けど昔と同じ間違いをしないのってすごいと思います。おじいちゃんなのに成長中。まだまだ成長しますとも。背だって伸びるかもしれませんよ。ユゼさん、なんとも美しい方ですね。まあね。けど柔道って目を離すと女の子と仲良くなって戻ってくるよね。